Welcome to 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 Mari and Taka Happy Life。子供たち、はい、富士山留資格更新3年届きました。ちょっとね選挙とかがあったんで、忙しくて、動画上げられなかったんですけども、うちのねステップファミリーなんですけども、子供たち2人男の子ね、ローレンスと高一、1回目の、在留資格の更新が、ちょっとありまして、先週入管に、在留カードを取りに行きました。今回ね、私の収入、課税証明納税証明ね、それから、嫁さんのマリちゃんのも必要だっていうことで、申請してたんですけども、初めての、在留資格の更新ということで、申請してました。で僕は、納税してるんですけど、うちのマリちゃんが、非課税だったもんで、1年かな、更新期間1年かなっていうふうに、思ってましたけども、ありがたく、子供たち2人ともね、3年、最初の初めての更新で3年いただきました。ありがとうございます。ということで、またね子供たちも、在留資格3年をいただき、まあ今ね中学1年生と、高校1年生ですけども、3年間、資格を得られましたので、3年間頑張っていくということです。まあね、次回はあれかな、子供たちは永住権の申請ってできんのかな、ちょっとよくわからないですけども、まあということでね、日本に来て、丸2年が過ぎて、だいぶね日本の生活にも子供たち慣れてきましたので、これから日本をね、もうちょっと理解して、日本のことを勉強していただくような、いただけるような3年間になってもらいたいなっていうふうに思ってます。で相変わらず僕の方はね、母親と妹の病気の、ケアをしなければいけないので、僕やマリちゃん子供たちが交代で家族の面倒を見たりっていう日々が続いております。はい、っていうことでね、マリアンタカ、ちょっと近況、ビザ、在留資格更新、無事3年いただきましたっていうご報告になります。ありがとうございます。じゃあね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイポー。